勝山市立村岡小学校は福井県勝山市郡町に所在する公立小学校。2014年からユネスコスクール加盟校、道の区副受草の保全活動を継続して実施している。児童は卒業後、勝山市立勝山中部中学校へ進学する。2008年から小原エコプロジェクトや福井県、さらには国と連携して、 福寿草の一種である道の区福寿草の保全活動を行っている。道の福寿草自生地の草刈りや枯れ草の回収など、環境維持に努め、保全を喚起する看板の政作、設置もいった。これらの活動は2010年に全国野生生物保護実績発表大会で林野町長官賞を受賞した。その後も持続可能な開発のための教育教育の一環として、 保全活動は継続している。この他にも2020年度には持続可能な開発目標に関する事業を展開し、6年生の児童が募金活動とアルミ缶の回収作業を行った。募金では3万117円が集まり、アルミ缶回収では6500円の収益金を上げ、それぞれを勝山市へ寄付した。村岡小学校では NIE も実施されている。 過去には2015年のパリ同時多発テロ事件や食品ロスが題材に選ばれている。ありがとうございます。